はい、どうも、ラジオ職人のゆうだ、いじりと、けいです。さあ、今回ですね、はい、いいな、いいなゲーム。皆さん、はい、人間っていいなって知ってますよね。はい、同様ですね。そうです。ちょっと歌いましょうか。はい、はい、はい、いいな、いいな、人間っていいな。ありますよね。人間っていいなっていう、その動物目線からの歌ですよね、うん、はい、で僕ら人間目線でもいいなって、何かいいなって思うことあるでしょ。人間に対して羨ましいってこと。別に人間じゃなくてもいいですよ。あそこを変えて遊んでみたいなと思います、ね、なるほど。変え歌ゲームってことか。要するにそうですね。その最初のいいな、いいなで丸丸っていいなっていうのを全部が振ります。お題を出すと、はい、例えばケイトがじゃあ今お題言いました、はい、丸丸っていいなで歌いました。はい、ただ続きはもう即興で。なるほど。タタ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 タで次タタ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 でいいなって思わせてください。なるほど。プレゼンテーションするってことね。そうです。それではいいな、いいなゲームスタート。じゃあまず僕からお題出しますね。わかりました。いいな、いいな、ダウンタウンの浜田っていいな、ツッコミピカイチ商品運ぶ、結果発表を任されている、コンビ愛も夫婦仲も浜ちゃんまっちゃんなんでやねん。いい一問目は楽しい。いいね、いいね、楽しい。楽しいやろこれ。いいな、いいな、バレーボールっていいな、身長高くてスパイクかっこいい、ネットを飛び越えぶち込むボール、チームワーク大事なスポーツ、パスパスサブレシーブスマッシュ。めちゃめちゃ何やねん最後。語呂も悪いし。俺最後むずいって。最後むずいな。最後重要やな。確かに。いいな、いいな、はい、海賊っていいな、かっこいい海賊船で海に船で、仲間と酒飲みやぐらに登る、おのおのの能力開花、大砲ぶち込めそれゆけさ。最後最だポイントやっぱ最後だ。最後や、最後でこれわからん。おのおのの能力貸し入れたあかんわ。聞き取りにくい。これ一番腹立った。いいな、いいな、はい、モーグラっていいな、かわいい顔して土掘れもっこご、ミミズを見つけてガシャガシャ進め。俺は進む、どこまでも進む、進んで進んでミミズ。もういきなりやりすぎやって。情報がミミズのことしかない。なんで羨ましくないの。ミミズ、あかんこれ。ほったなお前ら。これあかんな。いいな、いいな、膝枕っていいな、女のぬくもり体温36、あったかい気持ちになれるんだろうな、よもちマシュマロ耳から伝わる、ぬくぬく睡眠気持ちよく。ちょいつすごいな。語彙力なんで上がるん急に。ひどい。うまいわ。いくら饒舌やったな。うまいね俺これ。聞いてもうって間に合うんか。自分のやつ。歌詞が来た。マシュマロとか出てきたもん。いいな、いいな、信成っていいな、はい、ツルツル滑れる演技はつけた、氷の上では信長より強い、こけない、絶対こけても泣かない、俺は会見でしか泣かないぞ。マジな。
はしないわ。いいな、いいな、スーパー行っていいな、こっそり隠れる黒の組織、はい、隠密作戦失敗できぬ、攻める守るの一心一体、バレたら死ぬからもう帰る。何しとんねん、何しとんねん。え失敗できない言うてたよお前、その前の歌詞で。なんで帰っても。それがバレるよりはええから。それが失敗じゃないんか。いいな、いいな、香水のエイトっていいな、あの曲でしか見たことない。知らん、知らん曲やろと思った。終わりです。かわいそう。なんならけなしてるまである。ごめんなさい。終わりました。いいな、いいな、博士太郎っていいな、バイオリンはめっちゃうまい、はい、もじゃもじゃ頭の情熱大陸、もじゃもじゃ頭からバイオリン出る、その音汚い聞けたもんじゃない。ちょっとお帰り、こいつがおかしいねんて。聞けたもんじゃない。いいな、いいな、ソフトコンタクトっていいな、柔らかまるでつかないみたい、ほう、落として踏んでも割れることない。あ、いいね。でも目が悪いやつだけの統計、はい、コンタクトつけてポッポッ。こいつがさ、全部吹っ飛んだ。何言ってんねんお前は。いいな、いいな、車っていいな、はい、外に出ないからめちゃめちゃ気持ちいい、雨風しのぐぞ鉄の塊、夏は暑くないし冬も暖かい、横に B 城でオープンカー。いいねー。いいやん。でもお前道今こうやって走ってたもん。そんなワイルドスピードで美女がどうなるの。いいな、いいな、はい、マンションっていいな、借りているからなんでもできる、リフォームできないでも心地よい、近所の人とか仲良くなれて、人脈広げてみんなでわさっさ。無理やりや。違うやん、違うやん。いっぱい作りすぎたから肉じゃがどうぞや。それや、これよ、羨ましだった。これで一気に一択。これでもお隣さん、でもマンション住んで一回も乗ったことない。ないな、人生で一回もない。いいな、いいな、はい、お寿司っていいな、日本人大好き生魚、ああ日本の文化だ世界に誇れ。醤油をつけて一口食べたなら、へいへい、お待ちの大将だ。だからさ、全然つなげてくれへんやん。つなげようともしてくれへんやん。へいへいとか言ってんもん。食べたならって言ってパス出したのに、ヘイヘイ言うてるもん。サムライバートやん。ヘイヘイ答えて。でも自分が1個パッとアップアップ。いいな、いいな、言っていいな、ちっちゃいのに人間力高い、身長ないのに笑いが取れる、ボケにツッコミのオールラウンダー、身長なくても生きてける。しばくぞ、しばくぞ、デコはテカルが鼻にんにく。あるかお前。おい、別に大義とかじゃないから。デコは光ってばかりだとかじゃないから。おまけに、おい、ヒビが出すぎや、あまりにも。え、今日はない、でっかい飴玉の飴いきなり噛むやつ。わー、あー、いいです。おらんねー。でも飴玉のポーズこれやめてください。
歯で舐めてなんぼのサイズやから歯が出すもんね。歯が負けるしやん。そうそうそう。いや、ありがとうございました。歯なび職人、歯なび職人、歯な職職職、保証かいいねも忘れずに、拡散よろしく。